大阪府の IR 住民投票に隠された大いなる罠、外国人の方々も参加できる住民投票、これはやっぱり KK に賛成することはできないのではないでしょうか。はい、こんばんは、参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。今日は7月の何日でしょうか。よっとよ、27日にこちら収録をしております。昨日からですね、明石市の泉房穂市長とですね、IR 住民投票、大阪で要求されている IR 住民投票についてツイッター上で、ちょっと軽く議論をですね、交わしていたところでありまして、泉さんの件は一応一段落したんですけども、このね、住民投票にもう一個大きな論点があるということは私は伝えたいというふうに思います。泉房穂市長はですね、住民投票賛成だと、もっと堂々とやるべきだと、逃げるんじゃないということを我々強くおっしゃったわけですけども、これやっぱね、そんな単純な話じゃないわけですよね。この所定の数が集まった、50分の1の有権者数を超えれば住民投票は請求できる。これは確かに法律でそのようにできる規定で決められてますね。で、それを判断するのはまた議会が本当にやるかどうかというのを判断するわけですけども、じゃあこれ所定の数が集まったからやっぱ全てやるべきかというと、そんなやっぱ単純な話じゃないし、どういう住民投票が請求されているのかということもやっぱりしっかり見ていって決断を下さなきゃ、これはやっぱりこれ無責任な、政治家として無責任だと思うんですよね。その中で一番大きな問題点としてあるのが、外国人の方々も今回参加できるという住民投票が今要求されているということなんですね。で、この住民投票の件、ツイッター等でも書いてありますけども、この署名集めしているときにこう書いてあります。日本で暮らす外国人も投票できる住民投票へ、条例案に住民投票において、投票を行う、この条例案においては住民投票において投票を行う資格を有する者以下、投票資格者というは大阪府内に住所を有する満18歳以上の者とするとしていますということで、いや外国人、いわゆる抗議の意味での外国人参政権ですよね。住民投票というこの政治の意思決定に関与するものに、外国人の方々もそこに住んでれば18歳以上だったら OK という形で今回の住民投票は請求されてるんですよ。これ極めてね、深遠な問題を含みますね。私はやっぱり政治家としても、そして日本維新の会としてもですね、個人としても党としても、外国人参政権には極めて慎重な立場です。これはいろんなお考えがあることは承知をしてますけども、やっぱり国家主権、安全保障上の問題からも、やはりこの参政権というのはですね、政治に対して政策の意思決定に関わることは、やっぱ帰化をして国籍を取得してくださった方にはもちろんそれは与えられるべきだと思いますけども、外国人の方というのにはやっぱそのきっちり、ね、住民サービスはしっかりそれは不平等なくですねやるべきだと思いますが、やはりこの意思決定に参加できる参政権というのは付与することに関しては、極めて慎重に、端的に私は反対ですけども、やはりこれは、控えなければならないというふうに考えております。ところがこの住民投票はですね、根本的にやっぱ左派的な、左派のリベラルな、リベラルとか左派と呼ばれる方々が中心に署名活動をしていたこともあって、もう外国人の方々も投票権を与えるというそういう座組の住民投票設定になってるわけですよね。ちょっとますますですね、今回この間接民主主義においてはIR 推進を掲げて何度も選挙を区切り抜けてきて、私たちはこの十分に民意は通っていると思いますけども、その選挙の、全然仕組みが変わってしまう、もう有権者が全く違うですね、外国人も含んだ、住民投票と、そしてこれまでの、この外国人の方々は含まないで現行のルールでやってるこの選挙結果ということは、なんか前提が違う、その民意というのが2つこう出てきてしまうわけですよね。で、これ直接投票やっても住民投票やっても負けるからやんない、勝てる自信がないんだろう、負けるからだろうと言われますが、いやそれは別に負けるとか別にね勝てないとかそういうことは全く思ってませんけども、じゃあ万が一ですよ、これじゃあ結果がでもずれてしまった場合、それは考えておかないと私は無責任だと思いますけども、万が一結果がずれた場合ですよ、どっちの民意が本当にこれは問うんだっていうことはますます難しくなりますよね。ただでさえ難しいのに、前提が、有権者の前提が違うような結果がまたボンって出てきてしまって、それどう調整するのかって、それそういうことを無責任にですね、直接投票は素晴らしいと、有権者の方が少ないより増えた方がいいじゃないかと、外国人の方にも投票させてあげればいいじゃないかということで、えいやーでやってしまうことに対してですね、その後の混乱のことまで考えればですね、やはりこれはね、極めてね、そんな勝つか負けるかとかですね、逃げだとか、とりあえず数が集まったんだからやるべきだとかですね、そういう短絡的な思考ではなくて、これはもっと慎重に慎重を重ねた判断が必要ではないかということを改めて思います。そしてですね、一番中途半端な対応しているのは自民党さんです。大阪の自民党さんはですね、この住民投票を、いやなんかこれまではね、住民投票ということは、この議会が発案して政治家が発案して住民投票やるということは、大阪の自民党府議会も反対してきたと、それはやるべきじゃないと思ったけど、今回この20万票なり何なりという票が集まってね、やったらこの直接の民意は、尊重したいから、賛成だって言ってるわけですよ。でもこの外国人投票権については賛成できないから修正して賛成するっていうふうに、大阪の自民党の府会議員の方々おっしゃってるわけですけども、一番中途半端ですよね。いや民意を大事にするから賛成だって言ってるんだったら、少なくともこの20万弱のこの集まったこの
署名については外国人参政権、外国人の、あの抗議の外国人参政権、外国人の方々も投票できる形の住民投票をやってくれっていうのが住民の意思なわけですから、住民の意思を尊重して今回は賛成に回るというんであれば、それ丸ごと賛成しなきゃいけないわけですよね。でもその部分だけは民意を尊重しないで修正賛成だんて一番中途半端な態度を、大阪の自民党、大阪府議会自民党さんは取ろうとしてるわけで、まあ、これは全くナンセンスなことだと私は、断じざるを得ないというふうに思います。ですので、これはもう本当に政治家としてね、我々は民意で選ばれた代表者の政治家として、これ政治決断ですよ。まあ、確かに私も住民投票全ては否定しません。やっぱ住民投票した方がいいケースだってありますし、まあ、いろんなケースで直接ご意見を伺うということは、それは政治家として大事にしていかなきゃいけない。でも仮にやるのであればですね、これはやっぱ詳細な精緻な制度設計も必要ですし、そしてなんか一定の背景、最近もずっと選挙が行われてない中でね、でも任期ギリギリにですね、これまで言いもしなかった、議案を出して予算を出してきて、それをこう行政府が通そうとしてる、議会が通そうとしてる、まあ、そういう時だったらやっぱり直接投票やりましょうやって話も出てくると思うんですけども、まあ、これは以前から述べている通り、まあ、日本維新の会、大阪維新の会は、この度重なる各級選挙で、もう国政選挙も直近2回あったわけですから、その度にですね、この IR の推進という方は、明確に公約として掲げてですね、逃げも隠れもせず選挙の審判を受けているわけですから、まあ、こうした状況下であること、そして今回確かに住民投票の要求する法定得票数は、署名数は集まりましたけども、まあ、外国人の方も投票できるということで、全くこの民主主義の根幹に関わる部分で、この今までの投票とは違うものが要求されていること、まあ、こうしたものを総合的に考えれば、やはり私住民投票今回はやらないという判断をするこの政治決断、吉村府知事もそう表明していますし、あの大阪維新の会府議団もそうした議決をすると思いますけども、その判断を私は支持をしたいと思いますし、思いは一緒のものを持っているということを申し上げたいというふうに思います。ですので、やっぱりこの外国人の方々が参加できる住民投票というものであるということ、これはあまり知られてないかもしれませんけども、大きくこれ前提条件が異なるものが要求されていると。そして今の住民投票の仕組みというのは50分の1、有権者の50分の1以上で、こういうですね、あの全くこの民主主義の根幹からなんか変更を要求するようなこともできてしまう、できる仕組みなんですよね。それはいい面悪い面両方あると思うんですけども、事実としてそういうことができる仕組みである、まあ、ここまで考えてですね、集まった票の意味、この票の数とですね、内容というのをそこまでしっかり踏み込んで考えて賛成反対決めていくべきだと思いますので、まあ、これを動画をご覧の皆さんにも、いや住民投票やるべきだと、勝つっていう自信があったらやるべきだと思う方もいらっしゃると思うし、必要ないやと思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、しっかりこういった背景についてもね、私たちも丁寧に説明していきたいと思いますし、まあ、IR については引き続き法定プロセスにのっとって、あのしっかりと進めていければと思っておりますので、ぜひ引き続きのご指導、ご鞭撻とチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。すっごいここも公園蚊が多いですね。めちゃくちゃこの時間で刺された気がする。はい、じゃあお疲れ様です。失礼します。